iPad がですね、この5月に新しく高性能になって発売されました。 iPad 用 Logic Pro もですね、大きなアップデートをして Logic Pro 2になりました。 DTM をやってる方とか、あるいは興味がある方なら、おおよそどんな進化をしたのかご存知かとは思います。まあ、そんな方ならですね、一度はどんなものか、まあ、ちょっとね、いじってみたくなると思うんですけどもね、どうでしょう。ここでありがたいことにですね、 iPad 用の Logic Pro 2は、まあ、1ヶ月の無料お試し期間というのがあります。まあ1ヶ月というのはですね、意外とあっという間に経ってしまうもんで、そこで契約すべきかどうかっていうね、判断をしなければならない日がやってきちゃいます。毎月700円のサブスクリプション契約をするべきか、それともここでもお試し期間でやめちゃうかですね。まあ、そこで今回はですね、どんな人なら Logic Pro 2をやった方がいいのか、やってみる価値があるのか、そんなことをですね、まとめた動画にしました。まだどうしたらいいか迷っている人も少なくないと思います。そんな方にとってですね、この動画が、判断材料の一つになれば嬉しいです。今回私は次のように分けて話をしたいと思います。一つが、DTM をまだやったことがない人なのか、あるいは DTM をやってる人とか、まあ、やっていた人、過去形ですね、方々がいらっしゃると思います。では DTM をやったことがないけど、これからやってみたいという方の場合ですね、DTM の入門者向けに無料のガレージバンドというね、アプリが iPad にありますね。このアプリは無料アプリの中でも最強のアプリと言っても過言ではありません。が、しかしですね、今回Logic Pro がアップデートしたことによって、入門のガレージバンドから始めて、そしてまあ上達してきたら Logic Pro へ進むというような過程を踏むのではなくて、最初に Logic Pro 2から始めちゃってもいいんじゃないのかなと今思ってるんですね。それは、ガレージバンドにはない初心者にとってありがたい優れた機能がついたからです。それは自動でですね、キーボードやベース、そしてドラムですね、それを演奏してもらうセッションプレイヤーズという機能が今回つきました。そして、オーディオデータをボーカルとベースとドラム、そしてその他の楽器、その他の楽器にはキーボードとかストリングスとかね、いろいろ入りますけども、そういったものに分離してくれる、そういう機能がついたんですね。それをステムスプリッターと言います。初心者が大いに楽しめるし、使い道もいろいろあります。そして、忘れてはならないコードトラックというね、機能も加わりました。まあ詳しくはですね、私の動画でもう分かりやすく、例を出して紹介している動画がありますので、そちらをぜひ参考にしてください。特にセッションプレイヤーズというですね、機能はDTM の初心者でもですね、より簡単に曲を作っていくことができるような機能ですので、その機能をしっかり理解すれば、覚えてしまえば、かなり作りたい音楽を作っていくことができるようになります。ただし問題が一つあります。iPad の Logic Pro のレビュー動画、これは YouTube にあるんですが、その使い方を詳しく説明してくれるチュートリアル動画はほとんどないんですよね。まあこれからもね、 DTM を始める人にとっては、ハードルがちょっとね、高いかもしれません。まあ私の場合はね、60歳過ぎてから DTM を始めて、今現在楽しめてますからね。まあ音楽が好きで、そして
新しいことが好きな方、こういう方ならきっと大丈夫です。では、DTM をやってる方、あるいはまあ途中でね、やめてしまった方ですね、私がこういう方におすすめするとしたらですね、まずマックを持ってない、またはすぐ買う予定もないっていう方、こういう方であれば iPad の Logic Pro 2をおすすめします。 Mac を持っている方ならですね、もう Mac の Logic Pro の方がまだまだ多くの点で優れていますので、Mac 版の Logic Pro 11の方を絶対おすすめします。その理由はですね、まあいろいろあるんですけれどもね、iPad 版 Logic Pro の大きな欠点があることはあるんですね。それはオーディオデータのフレックス編集機能っていうのがあるんですけども、これが Logic Pro 11より劣ってます。フレックスピッチ編集っていうのも含めてできない機能があるんですね。それから他社の優れたプラグインソフト、コンタクトとかで、ね、いろいろプラグインソフトがあります。それが iPad ではまだ使えませんというか、まだ iPad 向けに作られていませんということで、A12 バイオニックチップ、これを搭載している、それ以降の iPad を持っている方とか、あるいはこれから買う予定の方であればですね、そういうことを前提として話します。その前にですね、 iPad で使える DAW ソフトには何があるでしょう。私が知っている限りでは、スタインバーグ社というのが出しているキューベースという DAW があるんですが、その iPad 版のキューベーシスというのがあるんですね。ですから、そのキューベーシスと Logic Pro 2のこの2つ、これ以外にも音楽の編集、それから作成のアプリはありますけども、残念ながら私はですね、使ったことがありませんので詳しく比較はできません。機能面では Logic Pro 2に私はね、軍配が上がるんじゃないかなと思ってます。今はもう Logic Pro 2以外にこれだけ高機能な DAW は iPad にはないと思います。キーボードやベース、ドラム、そういったものを入れてボーカルのオリジナルの曲を作りたいとかですね、カラオケを作りたい、あるいはリミックスでかっこいい曲をね、こういろいろ作っていきたい、これらをできるだけ簡単にお金をかけないで満足のいく趣味としてね、続けていくのにちょうどいいのがこの Logic Pro 2だと思います。将来 Mac を買ったらですね、Mac 版 Logic Pro の方に今まで Logic Pro 2で作ってきた曲を、その財産をね、そのまま移行できるので、将来の DTMer としての成長にも合わせていくことができます。どうですか皆さん、もう一度 Logic Pro 2の素晴らしい新しい機能を確認して、それらの機能が本当に役立つのかを考えてみてください。とにかく無料お試しをやってみてください。ただし1ヶ月はすぐ過ぎてしまいます。時間が取れるなっていう時期を選んでね、やってみましょう。ということで今回はこの辺で、さらばでござる。